はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の不定積分丸1をお送りします。で、こっからね、変わりました。今までね、微分やってきましたけど、こっから積分のスタートです。で、最初もうね、不定積分を求めようという問題を8問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今からね、不定積分。これ、不定積分っていうのと、負が取れた定積分っていうのもあります。で、まず、不定積分を2本です。その後、定積分いっぱいやっていくんですけど、で、今からこう積分の勉強を始めていくでしょ。で、それにあたって1個だけちょっとお願いがあってですね、特に、あ、積分ってなんだっけとか、ちょっと不安な子っていうのは、微分の動画があるので、例えば、ちょっとこれマーク違いますけど、x の3乗を微分したらいくつって言われて、パッて出てこない子っていうのは、必ず微分を復習してからここを見た方がいいです。で、なぜかっていうと、微分積分、まあ微分積分とか微積ってセットで呼ぶんですけど、セットで呼ぶぐらいすごい密接な関係にあります。だから積分は積分で覚えました、微分は微分で覚えましたってよりも、微分を覚えた上で積分をそこに知識をつなげるイメージ、リンクさせたいの知識を。だからできれば微分を復習してもらってから見てもらえると、かなり覚えやすいというか頭に残りやすいと思うので、もしよかったらね、その辺ちょっとやってもらえたらと思います。ではちょっとね、前置き長くなりましたが、いきましょう。で、これ変なね、細長い S みたいなのがいるんですけど、これインテグラルって言います。で、インテグラル x2 乗 dx です。で、まあ、先生だったら dx 読まない人とか、自分のね、ナーツ先生とか読まなかったんですけど、インテグラル x2 乗とかねっていう感じで、自分そんな感じで読むかもしれないですけど、ちょっと場合によって違うかもだけどね。まあ、このインテグラルと dx、 これがセットで x2 乗、これを積分してねって言ってるんです。いい、積分してって。で、これまず答えからいきます。これ、x2 乗積分すると、3分の1、x3 乗になります。で、さっきも言ったように、この後、負が取れた定積分が始まります。で、定積分だと、インテグラルの上と下に数字がくっつくんです。で、数字がくっついてればこれでいいんですけど、今、不定積分、定まってないんです、まだ。の時、数字がついてない時は、この後ろに必ずプラス C をつけてください。で、あ、これ多分入んね。ちょっと待ってね。よいしょ。この四角形の中を書く書かないは先生の指示があると思うんですけど、よいしょ。で、C って何かっていうと、C は積分定数って言います。っていうのを書けと言われたら書いてください。で、今回はここだけ書きます。他は全部 C は書きますけど、この C は積分定数はちょっと省略させてください。で、これもう一個やってから説明します。で、次インテグラル x3 乗です。で、これ x3 乗を積分すると4分の1 x4 乗でプラス C だね。で、こうなります。さて、で、これをね、どうやって考えるかっていうと、まず覚え方です。積分ね。積分は x2 乗、肩の数字の2乗あるでしょ？それに1を足したのが分母に出てきて、なんとか分の1になります。つまり、今ここに2がいるから1を足して3です。つまり、3分の1が出てくるんです。こっちもそう。3乗だから3、1を足して4、それが下に来て4分の1が出てきます。で、それプラス、ここの3乗、2乗、次数が1個増えるんです。だから3乗に変わる。これも3乗、1増えるから4乗に変わります。いい。これが積分です。で、まあ、ルールを覚えてしまえば、どうってことはないっちゃないんですけど、最初にも話したように、なぜ微分とリンクさせたいかっていうと、こいつ、今積分したやつね。これを微分すると、これに戻るんです。これ微分してみるよ。x3 乗微分すると3が出てくるんだよね。で、3分の1と打ち消し合うから消えます。約分されて。
で、微分は次数が下がるので3が2に下がる。つまり x2 乗でこれになる。で、こっちの c は定数なんで、微分すると消えるでしょ、定数って数字だからね。で、消えるから戻ると。これもそうです。 x4 乗微分すると4が出てきて打ち消し合って約分で消えると。次数が1個下がるから3乗になって x3 乗戻ると。いい、これが微分積分の関係です。だから積分やってる時にありがたいのは、ちょっとややこしいんだよね、分数出てきやすいし。けれど、あ、これ微分してみようって頭で暗算してみる、暗算ってか微分ね、してみた時に戻れば正解だから、ちゃんと積分できてるって確かめることができるので、だから微分を復習してリンクしてほしい。ここはこれは俺のこだわりねっていう感じです。で、それを踏まえた上でやっていくと、インテグラル10x-5 です。で、これはこれとこれを分けて考えてください。だからまず色交互でいくね。 10x x の1乗なんで1個増やして2分の1が出てきます。で、約分して5になる。で、次数が1個増えるから x2 乗です。で、数字だけ -5、まあ定数だね、数字だけになってるやつっていうのは x をつけてください。 -5x で、忘れずにプラス c です。いいかな、こんな感じでやっていく。で、まあ一応ここだけはここまで確認しておこうか。これを微分します。そうすると2が出てきて 10x になってるね。微分して x が消えるから -5 になってる。で、消えるから OK と。まあこんな感じでね、確かめながらいくといいですね。で、次インテグラル3x2乗-4。まずこっちやっていくと、3分の1が出てきて3と消えるから、まあ約分で消えて、ただ単に次数が上がると x3乗で、数字だけなのは x をつければいい。で、忘れずにプラス c とね。これで OK です。で、次で、今回 t を1個だけ入れました。で、文字がいろいろあります。 x だけじゃないです。で、これに関してはちょっとね、書くときに覚えてほしいのが、インテグラル (3t)+6t(dt) になってます。で、これは t について積分しなさいって意味なの。上全部は x でやってきたから、だから dx なの。これは t について積分したいので dt になります。いいかな、まあ地味なことですけど覚えておいてください。ただやることはルール同じです。まず t の2乗、次数が1個増えて3分の1、約分して消える。だから t の3乗が残ります。で、次、2分の1が出てきて約分するから3で、次数が増えて t2 乗で、プラス c と。いいかな。で、次なんですけど、(x-1)(x+2) です。で、これは、まあ基本的にもう展開して、まずちょっと整理してからやっていきます。だからこいつ展開すると、四角つけておこうか。 x2乗+x-2 とね、こうなるので、じゃあこれに関して積分していくと、まず x2 乗なんで、これ入るかな、3分の 1x3 乗で、次プラス x なんで、次数が増えて2分の 1x2 乗で、数字だけなのはつけるだけで、あ、ギリギリだ。で、忘れずにプラス c をつけてください。で、次です。で、ここ2つね、ちょっとまあやらない先生もいるらしいんですけど、ひとまずね、問題集とかよく載ってるので、あの地味なんですが覚えておいてください。で、こっちからいきます。本当はこっちが先に勉強するべきなんですけど、あえてちょっとこっち先に行く。で、これは (3x+2)4です。で、一番オーソドックスにやるんだったら、これ展開します。4乗を。で、まあ、こういう感じで、ブワーってちょっと長くなるけどね。それを作って、1個ずつ積分していけば、必ず答えに導けます。けれど、ちょっと4乗はしんどいんです。で、この時、やり方の公式があって、なんと、中がね、なんとか x プラスなんとか、まあ文字でね、一次式になってて、それの何乗ってなってる時は、これ、こいつをセット、3x プラスにね、セットだと思って、普通に4乗だと思ってやります。で、さっき4乗ここなかったか。4乗なので、5分の1が出てくるでしょ。ちょっと口で説明するよ。
5分の1が出てきて、本当はで、ここのセットで考えれば次数が上がるからこういう感じになるんです。プラス C っていいね。4から1足して5分の1が出てくる。で、1個増えるから5乗になると。けれど、この時1個だけルールがあって、ここ X にくっついてるこの数字あるでしょ、これを分母にもう1個かけなきゃいけないんです。つまり今3がくっついてるんで、ここ3を15になるので、あとはこれ書くだけ。だから答えはもう上にね書いちゃってますけど、15分の1、まあ分母に乗っけても、あ、ごめん、分子に乗っけてもいいんですけど、ちょっと横に書こうか。 3x プラス2の5乗プラス C と、これを線引いておきましょうかね。こうなります。これは公式ね。いいかな。で、こっち、まあ、3乗だったらね、公式使えば簡単にできるんで、さっきも言ったように公式使って展開する。展開してから1個ずつやってたら構わないんですけど、まあ、このね、X-5 の3乗となってるので、さっきと同じように考えると3乗だから4分の1になります。1個出して出てくるからね。で、これセットで4乗で、プラス C となります。で、さっきも言ったように括弧の中の X、まあ、文字にねくっついてる数字を分母にかけなきゃいけない。けれど、ここ1なんで、 X にくっついてるのが、だから変わらないの。どうせ1かけても変わらないからね。なので、この時はこれで OK なんです。で、なんで今回この順番で問題取り上げたかっていうと、実はですね、まあ、こっちを先に勉強すると覚え方が、あ、カッコこうなってても何乗だったら同じように出して、1ね、1個増やしたの出して増やせばいいんじゃんって覚えちゃうと、ここでさっきみたいにこうなるの、答えがね、1個足して5分の1で、1個で5乗 OK できた、できたって。そう、そうじゃない。ちゃんとしたルールはここにくっついてる数字を分母にかけなきゃいけないんです。で、それを覚えてほしい。だからこっちを先に取り上げました、今回は。で、ここが1の時はたまたまって言ったらおかしいけど、ちゃんとね、出して普通に増やすだけでもできるんです、こうやって。だけど、ちゃんとしたルール、公式はこっちなので、まあ、こっちをまずね、覚えていただければと思います。いいかな。では、今回は高校数学数2の不定積分1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、この不定積分あともう一個です。で、その後定積分が始まるんですけど、もう一本ね、2取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。